今回は格安スマホのレビューをしたいと思います。機種は Xiaomi の Redmi9T と Oppo の A73 となります。今格安 SIM の契約で1円とか100円程度で購入ができます。乗り換えもお得ですが、新規でも800円程度の音声 SIM 契約で実質ただみたいなものなので大変お得だと思います。それで実際にどの程度のスマホなのか気になる方も多いと思うので、こちら2機種のスペックを比べながら紹介してみたいと思います。発売日はこちらですね。 Redmi9T の方がね、新しいですね。こちらですね、 Redmi9 シリーズの廉価モデルとなるので、中身はね、最新というわけではありません。どちらも中華スマホとはなりますが、大手のスマホメーカーです。中華スマホということでイメージの良くない方も多いですが、値段と機能性能を見ると国産より断然上ですね。指紋が目立ってしまうので一応ね、手袋をしてます。でこちら Redmi9T ですが、こんな感じです。背面ですが指紋付着防止テクスチャーでザラザラしてますね。樹脂なので決して高級感はないですが、頑張ってる感じはしますね。 OPPO A73 はこんな感じ。同じく指紋のつきにくい樹脂ですが、レザー調になってまして、見た目の方はね、いい感じです。個人差はあると思いますが、私はこちらの方が好みですね。今両方持って思いましたが、重さが全然違いますね。とにかくこちらはね、軽く感じます。重さの方はこんな感じで、これだけ差があるので結構大きいですね。バッテリー容量分の差が出てますね。厚みの方も全然違います。こちらもコスパを重視した 9T とバランスを考えた A73 の違いですね。大きさの方は大体同じですが、 9T の方が微妙に大きいですね。では次に液晶画面を見ていきます。 9T の方が TFT 液晶で 6.53 インチ、解像度が 2340×1080、OPPO A73 は有機EL 液晶で 6.44 インチ、解像度が 2400×1080、 画面の大きさと解像度はほぼ同じで大画面ですね。見た感じはどちらも綺麗に表示されてます。では照度の方をね、全開にしてみます。こんな感じで全然違いますね。明らかに有機EL の A73 の方がね、明るいですね。こう見るとやはり有機EL の方がいいですね。明るいところでは特に見やすいと思われますね。では次にスペックをね、紹介します。まず OS のバージョンですが、 9T が Android 11 で、 OPPO A73 の方が Android 10となっております。現在は Android 11にアップグレードできるので、どちらも同じですね。 CPU がスナップドラゴンの662、オクタコアですね。 RAM 4GB で ROM 64GB、 SIM のサイズはナノ SIM で、認証方式は指紋顔認証があります。コネクターは USB Type-C で、ネットワークは 4G となります。残念ながら 5G には非対応ですね。どちらもデュアル SIM、デュアルボルテとなりますが、ちょっと違うのが、 Redmi9T の方がナノ SIM が2枚、 OPPO A73 の方はナノ SIM 1枚と、あとはね、書き込み型の eSIM となります。あとこちらで2機種とも同じで、防水防塵は非対応、お財布携帯も非対応、フェリカも非対応、 NFC も非対応、ワイヤレス充電も非対応、急速充電を対応しております。バッテリーの容量となりますが、 Redmi9T が 6000mAh、OPPO A73 が 4000mAh となります。最初にも言いましたが、 9T に厚みがあるのは大きいバッテリーによるもので、まれにないほど巨大なバッテリーをね、搭載してますね。使い方にもよりますが、2日くらいは普通に使えると思います。
では次にカメラの機能性能となります。どちらも4眼レンズでこんな感じでどちらもね十分使えると思います。メインカメラの画素数は19が上ですが、逆にインカメは A73 の方が上ですね。私個人的には19のマクロレンズがあるのがいいですね。 A73 のポートレートは深度測定用のレンズだと思いますので、実質ね同じ感じだと思います。ではちょっとねどんな感じになるのかね見てみたいと思います。これが広角レンズで、これは標準で2倍ズームで、こちらが標準レンズで、ここからマクロレンズ、では次に OPPO A73 となりまして、まずこれが超広角レンズ、これがノーマルレンズで、こちらがデジタルズームの2倍、こちらがデジタルズームの5倍となります。では次にネット閲覧の方をねしてみたいと思います。 Yahoo を開きましてブラウザーでね閲覧してみます。こんな感じですね。微妙に A73 の方が早いのかな。でもどちらもストレスなく動きますね。で最後にベンチマークの方をね測りたいと思います。アンツツですね。ハードウェアおよびソフトウェアの処理性のテストとなります。こんな感じでスコアが出るので、これを基準にね能力の方を測定する感じ。ではね、スタートします。
い、測定終了です。こんな感じで見事なくらいの誤差となります。やはりスペックが同じなので能力の方は同じくらいですね。一応最新のアンツツベンチとなりますが、必要最低限に相当します。問題なく使用はできますが、ゲームに関しては若干重くなる場合もあります。ある程度は普通にプレイできると思いますが、大規模な 3D ゲームなどをするときは設定などで画質を落としたりしないと動かない場合もあると思います。はい、こんな感じです。1円で買えるスマホですが、1万円から1万5000円程度で売られている機種となります。どちらも基本的にコスパに優れており、いいスマホだと思いました。メリットとしてはこんな感じだと思います。対応バンドの方は Redmi 90の方が多いですが、国内キャリアのドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの方にはね対応しております。こんな感じで1円からね買うことができるスマホ、迷っている方などのご参考になればと思います。動画の方は以上です。ご視聴ありがとうございました。